皆さんこんにちは、スマッシュ TV です。旧ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏が設立した芸能事務所の 2B が25日午後7時から所属タレントによる番組飛べ番を 2B 公式 YouTube チャンネルで配信し話題となりました。大東律樹さんを除き、三宅健さん、北山博光さん、ナンバーアイ、IMP の計12人が集結しました。番組は北山さんが回す形で進行。北山さんが9月の 2B 合流後、ほどなくこのメンバー12人でハワイに行ったことを明かすなどし、それぞれがトークを繰り広げました。ナンバーアイの平野翔さんは、IMP の影山拓也さんに対して、年齢も芸歴もほぼ一緒で前はタメ口だったのに、2B に入ってからは敬語なんですよ。寂しいです、と言うと、影山さんは、それは先に入られたのでと回答。このやり取りに遅れて合流した年上の北山さんが反応。じゃあこれからは敬語でとボケて、他の11人がいやいやいやと笑顔で声を揃えた。その後 2B だけが知らない世界と題したコーナーに入り、司会の北山さんがこのお仕事をやっているとなかなか行けない場所、やれないことがあると思いますけどと切り出し、平野さんはやれないこととかはどうですかと質問しつつ、例えば僕で言うと値札を見れないですねと明かしました。聞けないですし見れないですね。例えば店員さんが見てて値札を見て戻した時に、あ、予算より高かったんだなと思われるのが嫌なんですよ。値切り交渉をする芸能人がいることについてもそういうのが信じられないと拒否反応。だが岸優太さんは、俺はそれで言うと値切れそうなところは値切りますとぶっちゃけていました。その後コーナーは VTR 展開。先に IMP の4人が開店前午前7時のスシローに行って、数多くあるネタを食して10ネタを選択。それをスタジオに持ち込んで 2B メンバーで3ネタを選ぶことになりました。まずは5分間ネタを食すこととなったのですが、岸さんが次々に口に放り込んで、視聴者からの生コメントでは、え、岸くんの大食い企画になってるのツッコミが入っていました。結局北山さんがサーモンいくら軍艦、ナンバーアイが大粒貝、三宅さんが特ネタ大トロを選択。この3品が来年1月頃からスシローで 2B 厳選飛べ番3貫盛りと題して商品化されることも発表されています。続いて IMP の3人が後世のショップで収録した VTR が流れました。こちらは3人がコスメ10品を選ぶ企画で、スタジオで 2B メンバーが4品に厳選、それらは抽選で視聴者にプレゼントすると発表されました。事務所独自の配信番組ですが、常時30万人前後が視聴。有名企業とコラボできることも含め、事務所とタレントたちが持つパワーを示す形になったようです。終盤にはそれぞれがやりたいことについてコメント。ナンバーアイの神宮寺勇太さんは、とにかく早く会いたいですと言い、ライブやイベントの展開に意欲を示していました。番組は約1時間42分で終了。次回は12月24日午後7時の配信で、ハワイロケの模様などで構成されるとのことです。一方で後世のパートでは平野さんのところで意味深な場面がありましたと指摘しているのは女性誌ライター。後世ロケの VTR の時はスタジオの様子がワイプで映り、ナンバーアイでは岸さんや神宮寺さんの姿が映っていたのに対して、平野さんだけは映らなかったのです。またロケ後のスタジオトークでも、ナンバーアイが感想を話す際は神宮寺さんしか話しておらず、クイズコーナーでも岸さんと神宮寺さんが回答していた一方で、平野さんは考え込んだ様子を見せるなど極力目立たないようにしていました。後世ロケ VTR 時の平野さんの違和感。競合他社の CM に出演しているタレントが別会社を宣伝するようなことをしてはいけない、そんな暗黙のルールが CM 業界には存在するため、見落としたのかなって飛べ番見直してるけど、やっぱり後世の時
平野くんが一回もワイプで抜かれてないんだよね。 CM 関係かなって勝手に思ってるけど、果たしてもしかして後世は平野翔映すのダメなのかな。全然ワイプ映らん。平野くんがワイプで映らなかったけど、別の化粧品会社と CM か何かある感じかな、といった声が SNS にも多く寄せられています。平野さんは2022年に厚生敏感スキンケアの CM に起用されていたので、思わぬシンクロ現象を感じている声もありましたね。また厚生が 2B の番組のスポンサーをしているという点で、旧ジャニーズ事務所のファンが荒れてしまっているところもありますと前室の女性誌ライターは語っています。23年に厚生は嵐松本潤さん、スノーマンの目黒蓮さん、関ジャニエイトの妹分キャンジャニエイトなど旧ジャニーズタレントを CM に起用していましたが、9月7日に事務所が創業者ジャニー喜多川氏の加害を認めた影響で、厚生は旧ジャニーズタレントと契約更新はしないと発表。店頭の販促物は継続しましたが、テレビ CM は9月15日に打ち切りが発表されています。その際厚生は他社への移籍やガバナンス体制の整備された別組織の設立などの方策によって早急に対応すべきと、旧ジャニーズタレントの移籍を要求するような文言を公式サイトに記載したのですが、それが企業側からタレントに対しての圧力じゃないのかなどと炎上。9月19日に厚生は謝罪し、問題となった移籍関連の文言は削除されたのでした。今回厚生が旧ジャニーズの OB だらけ 2B の戸部版ではスポンサーを務めていたことで、厚生はジャニーズダメなのに 2B とはコラボするの複雑、厚生かジャニーズ切ったしなってか、 2B も元ジャニーズですが、といった声も多く寄せられているようです。物議を醸した移籍を提案するメッセージからも分かりますが、厚生はジャニー氏の件、旧ジャニーズのやり方にかなりの憤りを持ち引いていた印象を受けますよね。そして今回の番組へのスポンサードでジャニーズとは関係を切って、同じくイケメン男性アイドルがいる 2B との関係を深めていくと考えられます。今回の戸部版で初回のスポンサーを担当し、銀座の直営店舗メゾン厚生のロケを許可したことからも、2B に大きな期待しているのは明らかですとワイドショー関係者は話しています。そして 2B には旧ジャニーズ時代に厚生の売り上げに貢献し、 2B 移籍後もタイアップ商品の売り切れが相次ぐ超人気タレント平野さんがいます。今回平野さんが厚生ロケに触れなかった理由は2つ考えられます。1つは平野さんがすでに海外も含めて他の化粧品メーカーと契約が進んでいること。戸部版は配信後も公式 YouTube チャンネルにアーカイブが残るため、平野さんが厚生を推しているような映像を残したくなかったのではと。そして2つ目は逆に平野さんが厚生と契約を進めているパターンです。まだ契約が完全に決まっていなかったり、契約後も情報解禁されていない段階で迂闊に厚生の商品に言及するのを避けたかった展開です。特に戸部版は生配信だったので編集でカットもできませんからね。厚生が 2B に乗り換えたような形になることは、目黒さんなど旧ジャニーズのファンにとっては不本意かもしれませんが、ジャニー氏がやってきたことを考えると仕方がないことでしょう。もしかすると今後平野さんに限らず、ナンバーアイや 2B のタレントが厚生の CM に出演する機会もあるかもしれませんねと女性誌ライターは話しています。初回から思わぬ異変が注目された戸部版、そして平野さんの新 CM は動いているのでしょうか。今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。